はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。1時20分を回りましたですね。3月の5日日曜日、早いわほんまに。もう3月ね、3月入ったと思ったらもう5日になってるんです。明日6日でしょ、もうね、早すぎる。行きましょう。ザクザクでございまして、これは夕刊フジのネットメディアですけど、もう今や夕刊フジよりもザクザクの方が有名ですよね。私は夕刊フジに連載をしているつもりなんですけども、毎週月曜日になると僕のですねコラムが夕刊、あ、じゃあザクザクに出てくるということで、ふーんと思いながら見てますけどね。でザクザクだけに出ているなんていうか記事もありますね。これはどうか知らんけど、これは今日の朝の10時、習近平主席の内憂外患、中国全人代5日開幕、今日ですね。全人代で国会に当たるんですけども、日本のね。でも日本は国会っていうのはですね、まあ、いわゆる立法機関ですね。まあ、僕らの代表の議員さんたちがあれこれ議論しながらですね、法律を作るという建前なんですけども、そこは、まあ、すごい権威があって、議員さん、議員になるっていうことは、あれですね、国民の代表になるということなんですけど、中国の場合ちょっとちゃうんですよね。全人代って言って、全国人民代表会議かなんかそんな名前ですけども、僕はあくまでも行政の団体であって、中国はこういうこう、行政の政府の上に共産党が君臨してて、すべてを共産党が指導するという、そういうこう、立て付けになってるわけですよ。なんやろなと思いますね。なんかようわからんやんという。まあ、じゃあ日本のね、じゃあ自民党がね、自由民主党が国会よりも偉いんかと、そんなもんないでしょ。日本は民主主義なんでそうなってるわけですよ。政党が、一つの政党が国を支配してるということはないんですけど、向こうでは共産党が一党独裁で支配をしてるわけですから、共産党は全ての行政機関の上に立ってるんですよ。日本は自由民主党が全ての行政機関の上だってるから全然関係ないやん。自民党の政調会長がうにゃにゃにゃ言うてもそんな知らんわって言うたらそれでおしまいでしょ。国会はそんな知らんって言うたらおしまいでしょ。それとはちょっと違うんですね。国内はデモ頻発、対外的には米との対立激化、赤兵、政権は末期症状を、末期状況を呈している。はい。あ、ちょっと読んでいきましょうか。中国の国会に相当する全国人民代表大会全人代は5日開幕する。習近平国家主席は昨年10月の中国共産党大会で異例の総書記3期目入りを果たした。全人代でも国家主席参戦となるのは確実と見られるというか、もう決まってるやん。ただ昨年秋から習氏を取り巻く環境は厳しさを増している。国内ではゼロコロナ政策や医療保険改革に反対するデモが頻発している。国外では米国本土上空に偵察気球、過去スパイ気球を飛来させた上、ウクライナ侵略を続けるロシアへの軍事、支援、情報が流れるなど、国際社会に厳しい目を向けられている。内憂外患の習氏について、識者はすでに末期症状に陥っていると指摘するというのは、これはリードですね。な、前段の流れ。以下本文ですね。中国共産党の重要会議第20期中央委員会日中総会は2月28日、3日間の日程を終えて閉幕した全人代で検討する党と国家機構の改革案が協議採択された。国家安全部門の強化が進められる模様だ。あ、もうこの絵は飛ばします。要はね、李克強が下ろされて、李強がなるということですね。まあ、こんなんもええわ。昨年11月下旬以降、厳しい行動制限を強いるゼロコロナ政策に反発する抗議活動が中国各地で勃発した。参加者が白い紙を掲げることで、白紙革命と呼ばれるデモは全国各地に広がり、当局が翌月に規制緩和に転じるきっかけとなった。つまり、白紙革命がですね、ゼロコロナをですね、突き崩したと
いうふうに言われております。先月15日には湖北省武漢市で医療保険改革に反対する大規模な抗議デモがあった。それなじいちゃんばあちゃんがですね、私らの健康保険の減額するのやめてって言ってですね、騒いだわけですね。じゃあ飛ばしましょう。中国に詳しい評論家の宮崎雅弘氏は、保険基金の幹部がお金を流用したことが大規模デモが起こるきっかけとなったようだ。昨年のゼロコロナ政策に反対する抗議行動は白紙革命と言われたが、武漢などのデモは高齢者が多く白髪革命と言われている。全ての不満は金銭が絡んでいると。まあ飛ばし飛ばし言ってますよ。それでですね、例の気球問題についてブリンケンさんとですね、ワン・イーさんがミュンヘンで会談したんですけども、そこでですね、ブリンケンはですね、主権の侵害だ、無責任な行動を二度と起こしてはならないとワン・イーさんに詰め寄ったわけですね。ワインさんはそれをすごい嫌がったという報道があります。ロシアによるウクライナ侵略でも米国は中国に釘を刺した。ブリンケン氏は同月19日に放映された米 NBC テレビのインタビューで、中国はロシアに殺傷兵器を供与するなら米中関係に深刻な結果をもたらすとワン氏に警告したことを明らかにした。インドの首都ニューデリーで2日に行われた G20 外相会合では、中国とロシアが合意しなかったため共同声明の採択に至らなかった。林さんが欠席したあの会合ですね。最後の方ですね。評論家の関平氏は、中国国内では抗議デモで足元が揺らぎ、対外的にはスパイ気球事件で米国との関係が決定的に悪化した。ロシアに軍事支援をしたくてもできない状況で立ち往生して内憂外患という状況だ。経済もうまくいっていない。習氏は国民から見放され、共産党内の人望も失って、自分のイエスマンである側近を頼りにする以外にない状況だ。政権は末期症状を呈している、末期、すみません、末期状況を呈していると話した。ということで、この記事は終わってます。途中飛ばし飛ばし行きました。全体の6割ぐらい読んだかなという感じですね。ザクザクの記事でございまして、貼っておきますね。末期状況かどうかは知りませんが、かなりですね、やばいことになっていると。で、別の記事でですね、今年の全人代でですね、今年の成長目標を 5.0% にしたというような記事もございました。ふんという感じですね。去年ね、去年公式には 3.0% 成長したことになってるんですよ。で、私はマイナス 5% ぐらいだと思ってるんですけども、去年がマイナス 5% のマイナス 5% のところからいけばプラス 5% は可能性はない、あると思います。可能性はね、可能性あると思います。ただしですね、去年から 3% という成長した、ここからいけば 5% というのは難しいですね。ここからいけば多分マイナスだと思うんですよ。で、実質どうかというと、実質はもう横ばいではないかなと思います。去年が相当悪かったんで、今年ね、いろんな政府が施策を講じてるんで、もしかしたらですね、実質はプラス 0.5 とかでなんとか保てるんちゃうかなという気がします。でも下手したらマイナスですよ。去年はゼロコロナみたいなアホなことやってたんですけど、今年はそれを戻します。戻した効果っていうのは出てくるかもわからないんですけども、懸念点はですね、アメリカとの関係がどんどん悪くなってるんですね。なんでそれでですね、だいぶマイナスになるかもしれないから、どうでしょうね。今年はだから、かろうじてプラスかかろうじてマイナスかっていう、言うてみればゼロに近いというところあたりではないかなと最近思っていますね。これはこう日々変わります。当たり前ですけど、状況が変化すればですよ、読みも変わるんです。そんなんいいんですけど、このですね、ザクザクの記事を貼っておきますんで
1ページ目貼っときますんで、ご興味のある方は確認をしてみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。